誰かに会いましたか？誰でも佐藤さんのことが好きです。私は英語を話すことができます。彼女はイタリア語ができます。8時ごろに帰りました。窓を閉めなくてもいいです。ご飯を食べてから学校に行きます。本を買う前に値段をチェックします。金曜日までに宿題を出してください。野菜を食べなければなりません。